こんにちは、泌尿器科の医師の野田です。この度ですね、折り鶴の話ではないんですけれども、チューブ総会ですね、もうあと1週間前ぐらいに迫ってますけれども、ランチョンセミナーですね、教育セミナーっていうのをさせていただくことになりまして、その告知です。で、内容についてですけれども、バイポーレップといって、バイポーラーでの、前立腺の学術術ですね。ポーレップと比べるとちょっと馴染みがないっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、止血力もありますし、もう慣れて手技さえ確立してしまえば、結構スムーズに、できる手術で、ここはもういい手術だと思ってるんですね。今の病院に移ってきてから、まだ1年半ぐらいですけれども、100例ほど、100例以上ですね、やらさせていただいて、で、まあ、そのやり方ノウハウについて、共有させていただこうかなというふうに思ってます。で、コツなんですけれども、このような形でですね、ビークの形を意識するっていうのが大切だと思ってます。これふざけてるようですけど、大真面目にやってるんですけれども、レゼクトスコープのこうビークですね、こう斜めにちょっと切れ込んでるレスコープの先端がこういうふうにあって、この頭ここの部分と顎の部分ここっていうのを意識して、もう角質剥離していくっていう、そういうそれがコツだと、自分が思ってるコツなんですけれども、そのテクニックっていうのをこのビークを使うので、ビークテクニックっていう風に名前を付けて、紹介をさせていただきたいという風に思ってます。何もですね、このやり方だけが 100% 正解だという風に思ってるわけじゃないんですけど、ホーレップでやってる方でも角質に、悩んでる方、うまくできないよっていう方ですとか、バイポーラーの角質やってても、ちょっといまいち時間がスムーズにできないとか、そういう方に関してはお役立てできるんじゃないかというふうに思ってますので、チューブ総会の初日木曜日の、お昼のランチョンセミナー、もう誰が果たして学会に来てるんだろうっていう時間ではあるんですけれども、もしご都合が合えば聞きに来ていただけたら、嬉しいです。よろしくお願いします。そして都合がつかないという方でも、バイポーラー角質あるいはホーレップで悩んでるという方に関しては、動画とか資料っていうのを共有したりすることはできますので、もし、興味がある方は何かしらの形で連絡していただければと思いますので、よろしくお願いします。結構自分としては気に入っててというか、いいやり方だと思うんですね。題名だと20分で角質を目指すっていうふうには言ってるんですけど、やっぱりサイズとか、ご本人さんのその患者さんの性質によって時間はやっぱ多少前後するんですけれども、角質時間中央値で、今、2グラムパーフンを超えてるような角質効率、2グラムパーフンを超えてるようなそういう、データが出せてますので、順調にいけばもう10分とかかからないぐらいでつるんと角質しちゃうことができるんですね。大きい前立腺とか、ちょっと剥がしにくいと、もう少しやっぱ時間かかってしまうんですけれども、中央値で、それぐらいの時間が出せてて、レーザーじゃなくてもそんなスムーズにできるので、バイポーラーだとうまく剥がれせないでしょうっていうような、そういうイメージを持ってる先生も多いと思うんですけど、バイポーラー角質術、もちろんね、ウロリプトとか、レジウムとか新しく出てきたもの、アブレーションの方法とかですね、そういったものと比べると新しいものではないんですけど、低コストでできますし、今一度、手技を見直してそのいいやり方を共有してやれば、もっともっと、やる施設はあってもいいんじゃないかなと、そういうポテンシャルを持っている手術なのかなと思いますので、20分という時間をいただいて、泌尿器科、医師になって9年目になって与えていただいた時間としてはすごく長い時間を与えていただいたと思うんですけど、角質の手技とかコツを伝えるに、関してはちょっと自分としては短い時間だなというか、本当もっと喋りたいことがあるけど、ギュッとギュッと抑えてなので、エビデンスとか他の手術と比べてどうこうみたいな議論はちょっとしないというか、もうやり方になるべく時間を割いてという形で、この度、スライドを作りましたので、ご興味があればよろしくお願いします。会場の方でもですね、僕気づいていただいた方いらっしゃったら、角質のこと、それ以外でも何か情報交換ができたら嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします。